い、どうもピオキングです。今日はですね、世界のコースとトロールコースやっていくんですけど、最初に見つけたコースがね、 P スイッチスマッシュっていうクリア率がね 0.38% しかないんですよ。で、10秒チャレンジなんですよね。どんなコースなんでしょうね。なんかめっちゃ楽しそうだなと思って、それじゃあ早速やっていきますか。 P スイッチを16回押してからゴール、10秒以内に。なんかモグラ叩き的な感じかな、多分そんな感じ。オッケー、これ P ちゃん得意だからね、私多分大丈夫。これ P ちゃん関係すんのかな、 P ちゃん得意だったらいけるみたいな。ある、全然時間が足んねえ待って、いやこれむずいね。いやこれ楽しいね、考えた人マジ天才だね。これちょっと、これ踏む順番大事っぽいんだよな。次どっち出る、で右の左の右いやこれほんとむずいね。いやむずいけどめっちゃ楽しいね。これ10秒以内に全部踏めっていうね、すごい斬新だけどね。なんかモグラ叩きみたいでね、いいんですけど。いやいけるこれ、はい、オッケーで、今日のトロールコースなんですけど、クリア率がね 2.5% もあるんですよ。これは結構簡単かもしんない。あの 1% 台だったら、1点ちょっとぐらいだったら引っかかりまくるんですけど、この 2.5% あれば意外といける説いやここはとりあえず早く行けみたいな感じで、あ、なんか速攻中間ポイント、これはあれか、ピンクコインを5個集めて戻ってくるみたいな、多分そんな感じだね。なんか前もあったね、そういう感じで。これはボムを待っておいていい、そんな感じで上に行こう。なんか毒沼が上がってきてるからね。いや無理すぐ左上行こっか、すぐ左上に行って、やばって、やべ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 、オッケー。ここさ、多分ボム兵より先に上に行かないけんっぽい。来た、来ました。でオンオフしよっか、でここで叩く、でブラパ消えるでしょ。いや来たねこれ、うわーどうしよう。これは多分アイテムが出ると思うんですよね。で取る、取ってからのピンクコインを取る、よし。そして、あはは、待って待って、まずいまずいまずい、多分こっちで合ってる、多分これでいいでしょ、これでいいの。なんかドッスンの左めっちゃ気になるけど、一回ここで中間ポイント取っておくね。中間ポイント取って、多分最初のとこ戻るみたいな。来た、来ました。あのドッスンの左めっちゃ気になるね。でもね、まあいいや、今回 2.5% しかないんで、ちゃちゃっといきますか。でこれ左だね、うわーどうしようか。うわ、なんか今オンオフ変わりましたけど、これオンオフより早く行けみたいな感じっぽいよね。絶対そうじゃんか。じゃあオンオフより早く行こう。なんでここすぐ左行って、ここも抜けます、オッケー。そして、うわうわ、そこに来んのブロック。もう一回左行っての走っていく、で上、多分ここで合ってる。うわ待って、危ねえ危ねえ危ねえ、バカめよし、じゃあここは多分アイテム出ると思うんですよね。いや、あれ、アイテムはこれいけんよね、いけないんで左上行こっかな、多分こっちしかいけんもん。そして、いや待って、まずい。そういえば気になったんですけど、あのトロールコースってさ、1日にどんくらいぐらい出てるんだろうね、あのコースの数。これはオンオフして、オッケー、来ました。ここでドアに入ろう、ドアじゃねえ、土管ね。うわこれ悩ましい。いや大丈夫、ここしかねえ、多分ここで合ってる。いや本当に合ってる、他何もない。一応パックンとか出ないからね、ここしかないね。うわー待って、怖え、上のトゲゾウたちが。そして、うわはははは、出たよ、出ましたよ。あ、今見た、左下なんか左上から2番目の土管に入る、多分それでいけるみたいな感じだと思うんですよね。で、この土管だね。この土管入ってからの、もう一回ここに入るみたいな。多分これでいいんじゃない？おしよ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 し、来た！来ました。で、ここで2つ目ゲットだね。なんかブラパ出てるね、あそこ。なんかあのブラパ、さすがにあれに引っかかる人はね、いないとは思うんですけど。これで2つ目か。なんか今日サクサクっといけてる感じがする。で、次左上行こう。左上のこのドア入ります。そしたら、まあまあまあ、ここであれ出てくるの分かったからね。じゃあこのまま右行こう。そしてからの、うわ絶対なんかね、ワイヤー出てくると思った。だってここ氷ブロックあるもん。これ左上これやれるやつ、多分ここに置っとけばいい感じ。きた、よし。でファイヤーブロックね、ファイヤーブロックで氷溶かしてからのオンオフで、ここで一回チビにならないけんのじゃない。
これはどうすればいいんだろう。右のドアのとこ行こう。あの針に当たらんように行きます。オッケー。うわ、鍵いるのかな。一回取っていこうか。ブーじゃねえんだよ、ブーじゃ。多分鍵いらんやろうね。だから普通に行こっか。ここ鍵は多分いらんと思うんで、普通にドア入ります。これキノコ取らな絶対いけんと見せかけて、多分ここで変わるはず。いや変わんねえの。まあオンオフしたら閉じ込められるからね。あ、待って、まずい。あ、あれ、あれ、なるほど。これ最初からやり直さないけんくね。嘘でしょ。じゃあここね、多分ブロック出しておいて、あのボム兵に壊してもらうんじゃないかな。あのボム兵を、あ、ボム兵をじゃねえや、このブロックを。そしてキノコ取って右に渡れる。多分これでいける。よし、来た。これで3つ目かな。いや3つ目だね。あ、3つ目もう取ってんのか。3つ目も取ってたね。でここで右上で4つ目。そして5つ目は、あ、5つ目右あるね。多分あそこで取ってゴールかな。まあ、2.5% だからね、そんな長くないと思うんですけど。これはパウね。これはキノコね。うわ、キノコが正解か。あ、下行けた。なんだそれ。じゃあここね、右のここ、多分このキノコで合ってる。そして上から行こう。はい、来ました。でここで降りる。オッケー。で右に渡るからの、からのピンクコイン取っていいかな。取る。いや、これ上から行こう。こっちから行って。ダメか。ここは走る。よし。でパワーブロック来ました。でここでピンクコインをねきっちり回収して、これ多分ね取っていいと思うんですよね。これ多分取っていいば。行くよ。取って、いやだって取らな右行けんもんね。取ってってからの、いやダメじゃん。いや取り方がわかんねえ。は、いやマジわからんねえ。うわー、降ってきた。今見た、剣が降ってきた。なんでここで一回ジャンプしてここに降ってくる。よし、来た。で爆弾で投げておいてからの、一回当たっていいでしょ多分ここ。よし、ここで当たりだね。来ました、あと1個。ここを回収して多分ゴールがあるみたいな感じだと思うんですけど、一回入ってみようか。うわ、めっちゃ怖いね。どうなんだろう、絶対なんか騙されるみたいな。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。